一つは、小島社長がいます。で、8人の社員がいますね。こう、何人かいます。これがですね、この社員、アシスタントと社長。で、社長はメインで働く人で、社員はアシスタントっていう組織とですね、もう一つは、社長が企画者で、ここがメインの社員で、この社員がメインでお客様に働く。で、ここが企業として成り立つのは、社長は、いわゆる企画者、コントローラーで、社員がメインで働くんですよっていうのと、ちっちゃなですね、個人事務所からみたいな形で会社始めると、社長がメインで働いて、そのアシストをする人たちが社員なんですよってなるんですね。この社長がメインで働く人ですよってなった時には、社長の時間の限界から超えられない。そうすると、最初のパラダイムシフトを起こすっていうのは、社員が中心なんです。そうすると、この社員というのは横展開していくらでも伸ばしていけれるので、ここの状態を作れる商品って何なのかっていう、ここの企画なんですよね。ここがまずは一番重要かなと。僕は今、この先生が言っていただいた、その状況ですもんね、まさに。今の段階そうなんですよね。社長がメインで働く人。そして、あとはアシスタントがいると。で、ここでもう一個考えないといけないトラップが、自分が本当にしたいことは、自分が目立って働きたいのか、それとも自分がやりたいということをより多く世に広げていきたいのか、どっちなのかなんですね。自分が目立って自分がメインでやりたい人っていうのは、今こうやってものすごく忙しく働いてること自体がもう楽しいわけで、それで結果として売り上げが上がらないって言っても、自分が働きたいんだ。自分がやりたいんだ。今自分がやりたいことをやってるんだってところに行っちゃうんですね。でもここから脱却するには、自分がやりたいことを人にやってもらう。そうしたときに自分はメインで働きませんよ。あくまでも企画者であり監督であり、本当にメインで働くのは社員なんですよっていうところに展開できるかなんですね。で、これ展開できない人の最大のトラップは自分がやりたいんです。あくまでも私がメインでこの仕事やりたいんですってなると、ここから抜け出せない。その先生、僕、最近ようやく、そういうふうな形で、今までは本当に自分が目立ちたい、自分がやりたいっていう感じだったんです。でも、会社も10年目に入って、で、自分の年齢的なこともあったりとかっていうところもなんかあって、できたらその、この先生のように毎日が有給休暇っていうふうになれるようそうなです形よで、ね。っていう体制を作りたいなといこれ、う。毎日、私、経営者なので、毎日遊んでても、どこにやっててもいいんですけれど、これもう一個いいのがですね、毎日有給休暇の状態になれると、社員がやってもらってですね、自分が仕事を選べるようになるんですね。究極は、ただでもいいんですよ。やりたいことって。もう別にお金のために働かなくても良くなる状態になれば、その時っていうのは本当に自分のやりたいことってやれちゃうので、という時間があるから、この状態に持っていく。で、もう一つは今ね、小島社長、漫才とか芸能の方もやられてるんで、そっちは自分しかやれないですよね。ということは、この収納の方は、このコンセプトを世界に広げていこうというところで、今中国もやられてますし、そういう意味では、これは決して自分がメインでやらなくても、そのコンセプトを広げていく側の、いわゆる経営者のポジションを取ってもいいんじゃないかなと。これが今回の1億円を目指そうっていうテーマなのかなと思ってるんです。げくさく、僕すごい今くさくさきてるんですけど、コメントの方でも、
太郎さんが、なんだろう、すごく聞きやすいし分かりやすい、ぐさぐさ刺さるっていうようなね、うんうん、コメントもですよね、太郎さんね、なんかちょっと鳥肌立ちますわ、うん、なるほど、そうですよね、まさにそうですよね。そうですね、ええ、あれですよね、だから久野先生は今おっしゃって、最初に僕言いましたけど、社交ダンスされてるんですねとかって言ってるのは、言ったら今もう久野先生の段階ではその形ができてて、自分の時間が取れる段階に入ってるってことですよね。いや、そうなんです。僕の一日はですね、ほぼ仕事ゼロで、朝ゆっくり会社来てですね、で9時半から英語の先生が来るんです。11時まで、9時半から10時、僕もう15年英語の先生が毎日来てですね、毎日英語やってるんです、はい、これは私国際のビジネス始めた時から始めて、もうそこから15年、まあ、先生何人か変わったんですけれども、はい、もう毎日ずっとやってるんです。9時半から11時で、朝社員が8時から9時まで朝の研修会ってやってるんです。この朝の8時から9時までの研修会は私がずっとやってたんですが、最近まあこれも全部引き継いじゃってですね、はい、私はまあ家でオンラインでベッドの中で聞いてるみたいなね、これはオンラインでもう自分がメインでやるのやめようと思って、うん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 、でそうすると11時から30分だけですね、新卒とか中途とか面接があれば面接やってるんですよ。でその後今度ダンスに行っちゃってですね、12時から1時半までの1時間半、これ週4回ぐらいはすぐ1分ぐらいのところにあるダンス教室にもう毎日通っちゃってる。でこの1時半で戻ってきて2時ぐらいからちょっと暇になるので、ここでちょっと YouTube でも撮ってみるかというところで撮って、まあだいたい3時半ぐらいにはやること何もなくなって、ここからジムに行くとかで終わりというのがだいたい1日の日課なので、本当に会社の仕事っていうのは社内の面接をちょっとやるぐらいしかやってないですよ、もう実際は。だからな分単位でこうなんか動いてるっていう人はそのトップがメインなんですね。だからここのところ、この本当に忙しいですよねっていう状態になることは、これは時間の限界の中で働いてる人だから、ある意味ですね、頭打ちする。で、まあサラリーマンやってる頃から忙しい人っていうのはある意味有能な人っていう一つのまあサインみたいなもので、忙しくやってるんですよ、こんなに仕事があるんですよっていうのは、まあ、すごくいいことのように思える価値観ってある。だから僕も時々お客様に言われるのが、いや本当忙しいですよね、夜寝てないんじゃないですかとね、分刻みで動いてるんですか、もう全然ないの、もう毎日有給休暇ですからと。で本当に経営者としてわざとこういろんな仕事を入れていくっていうのはいいんですけど、本当は自由に自分が時間を使える状態になった時っていうのが本当に最高の状態になれるんじゃないかなと。ここをゴール設定して生きていくこと、でこれまあ世の中で言われているのが投資家になるのかね、金持ち父さんのような投資家になっていくっていうのと、いわゆる企業オーナー、企業のオーナー経営者、これ忙しく働いている経営者っていうのは大体中小企業で終わっちゃうんですね、頭打ち。社長がそこの機能のファンクションの一部になっちゃうから、これは自分の時間の限界で終わっちゃう。でも社員に全部任せていき、自分はその全体の会社っていう一つの作品作りをしているんだっていうところで、ちょっと離れたところでいられる経営者っていうのは、こういう時間自由になっていって、こっちの方がですね本当に豊かになれるんじゃないかな。だから経営者になっても時間的に豊かになる状態を目指した方が本当は楽しいんじゃないか。逆に時間があるから、まあ今回小島社長にこういう話いただいた時でも、もう私もいつでも暇なので、もういつでも何でもできますよっていう状態になれるんですね。で今回小島社長はこっちの方を本気で目指すんだっていうところでですね、はい、いいんじゃないかなと思ってます。いやいやもう本当に魅力的な方ですし、本当に憧れます。いやいや、それで
じゃあ、今回もう一回最初のテーマに戻ってですね、はいはい、1億円目指すって言ってるんですけど、はい、実際のところぶっちゃけ小島社長、今いくらなんですか？はい。今がですね、いや、私いろいろ持っちゃってるんでね、資料。資料持っちゃってるんですけど。ちょっともう、こんなこと言う、多分、経営者いないと思うんですけど、もう、まあ、今回もぶっちゃけで数字も、はい、うちも会計事務所なんで、はい、もうぶっちゃけ数字も出しちゃおうってやってますね。はい、で、売上とかも過去の売上のデータ、まあ、これ今度ね、見えやすく出そうかと思ってるんですが、はい、現状、今2月、はい、直近でいうところですと、はい、今、はい、3300万円ぐらいです。3300万円ですよ。過去一番良かった時がですね、はい、ここ何年か5000万円いった時がありますね。2019年の12月5000万円いきましたよ、はいはい。そこから少々下降気味になり、現在、過去、今2月を起点にして、ちょうど1年前までの過去12ヶ月間の売上で見ると3300万円ぐらいなんですね。もうこの先生本当にもうこれ本当にガチでもうガンガン数字 言うんです。これ全然言っちゃいましたね。もう今回はもう隠さずう、ね、こういうのっていうのはね、よくそうです、ね、隠してでも経営を変えていこうっていうんであれば、ね、はい、視聴者の皆さんにもね、もう実態こうなんです。そうですね、もうちょっと小島社長、はい、大変なんでみんな手伝ってくださいと。そうですね。うちのね、小島先生のところの、あれですか、一般社団法人の収納検定でした。はい。ありますよね。はい。みんな入ってもらってね。はい。そうですね。まあ、いろいろちょっと考えたいと思います。なんでしょう、本当にもう、もうな、ちょっと恥ずかしいですもんね。ここまで、ここ、赤裸々のこう数字が出ちゃうと、本当に、コメントでも。いや、でもね、ここから、あとどのぐらいで1億円達成できるか ね、これまで今までできなかったのができるようになるのかね。はい。できないと、もう私も大した、人間じゃないなってなって、もうコメントでもこれぐらい赤裸々だと面白いっていうコメント来てますけど、本当にそうですよね。ここまでも数字もぶっちゃけで言ってますから、はい、でも目指せですからね、目指せ。そうですね。からです。いや、でも独立してね、始めた人っていうのは、最初はですね、自分の給料と、前の会社の給料と比べるわけですよね、サラリーマン独立すると。そうすると、前の会社で、まあ、500万、600万もらってましたと。そうすると最初に目指すのっていうのは1000万の売り上げ上げることなんですよね。でも小島社長はね、ここもクリアしてきた。普通のサラリーマンだったらまずは1000万、そして2000万になったらまあまあね、ちょっとは余裕ができて3000万なんかになったら、今3300って言ったんですけど、はい、3300万もあったらですよ、まあ社員数はまあまあいますけど、もう本来だったら個人の売り上げって考えれば相当稼いでるっていうことなので、これをこのサラリーマン的な発想で自分の年収がいくらっていうところから会社としてどのぐらい稼ぐかっていうのがね、はい、世の中で何を示していくかっていうところで、じゃあここでですね、じゃあ、まあ、私クノメソッドっていうのを、はい、まあ、お客様に提供してるので、はい、じゃあどういう形で会社を変えていくのかっていうのを簡単に、でこれ毎月やっていくっていうのを何をやっていくのかっていう、このクノメソッドをですね、はい、簡単にちょっと紹介させていただきたいと思いますので、はい、お願いします、はい、どん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 社長が忙しくなり、社長の時間が限界に来た時に、まあ、売上が成長がストップしてしまう。自分の今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて、自分のやってることを標準化させて仕組み化し、人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい、忙しくしているから中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる？成長にこだわれば短期的な痛みっていうのは
受け入れられるんですか？